ファナティックボクシングメインイベントバンタム級10回戦を行います。赤コーナー10戦9勝合計を勝ち1敗117パウンド4分の3武藤所属 WBC 世界スーパーフライ級12 WBA 世界スーパーフライ級2全 WBA 世界スーパーフライ級チャンピオン那代信夫。今日からリスタート WBA 全チャンピオン那代信夫。青コーナー30戦14勝4 KO 勝ち14敗2引き分け117パウンドタイランド OBBF 東洋太平洋スーパーフライ級12タイランドスーパーフライ級1ペットクローンパイソータンティップ。タイのスーパーフライ級の全チャンピオンペットクローンパイソータンティップ21歳です。那代信夫の再起戦、本来のスーパーフライ級ではなく 53.5 キロのバンタム級での再起戦となります。放送席の解説は2人の元世界チャンピオン六車拓也さん、辰吉丈一郎さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。那代にとってはあの屈辱の 5.3 有明コロシアムでの王座陥落からおよそ半年。再起戦、原点を見つめ直した那代信夫の再出発。那代信夫の再起戦、今ゴンが鳴りました。バンタム級での戦いになります。10回戦です。おっと那代が積極的に行きます。今日の相手はタイのスーパーフライ級の1位全チャンピオンでもありますペットクローンパイソータンティップです。今日の那代は久々にダウンを取ってスカッと勝ちたい、那代は終わっていない、これからということを示したいんだ、そう話したこの再起戦です。さあ六車さん、はい、今日のこの那代の注目はどのあたりでしょう。そうですよね、結局その今目の前の目標、大きい目標はあるんですけど、でもこの試合というのは相手に対してやるあの試合じゃないんですよね、はい、結局自分のコンディションをどういうふうにしていくか、自分のモチベーションをどういうふうに上げていくかという試合ですからね、はい、やっぱりスカッとした勝ち方をしてほしいですよね、やっぱり KO でしょうね、これは。そうでしょうね。でも自分が考えているやっぱりボクシングというのがあると思うんで、はい、それにどんだけ忠実にどんだけ前だここまでやってきたかというのをね、今日出したいんじゃないかなと思いますね。そうですね。という意味ではかなり序盤から第一ラウンドから積極的にいってますね。やっぱり倒す気でいてるんですよね、はい、まあ、あの無駄なラウンドを消化しない、そういうジャンプがいいんじゃないですか。辰吉さん、はい、この世界を失ってからの再起戦、どんな気持ちなんですか選手は。恥ずかしいような、やっぱりそれをすることによってやっぱり自分を取り戻すというんですかね、やっぱりまずは当然ですが再出発の第一歩と言い続けですね。だから決して居心地がいいわけでもなく、あ、なるほどね、ちょっともどかしいね、はい、むぐるまさん、はい、積極的でもあるんですが一発一発のパンチかなりキレも感じますね。そうですね、やっぱり今までやってきた相手がすごい相手でやってるんでね、この参戦ね、はい、そうなんですね。やっぱり気持ちをどういうふうに高めていくか、はい、やっぱり倒し方っていうのも自分は取られてると思うんでね、ガリック、あの分気持ち的には楽な分もあるんですけど、はい、やっぱり元世界チャンピオンという、ね、ものがあるんでね、なかなか中途半端な試合できないですから。そうですよね、ちょっと右目のまぶ眉尻を切りました。第1ラウンドでカットです。これが偶然のバッティングかパンチなのかがちょっとまだこの現段階では分かりませんが、よく切ってたところかも分からないですね。そうですね、まあ、この那代が去年の7月世界のベルトを取った時には当時のまあ絶対王者だったマーティン・カスティーリョをカットさせて、パンチでカットさせてテクニカルノックアウト勝利ということがありましたが、この試合再起戦では自身が目をカットしてしまいました。残り30秒すでに切っています。第1ラウンドです。右左さまざまなパンチをこの第1ラウンドから積極的に出しています。武藤ジムの枝川会長はデビューした頃のあの荒々しい那代、テクニシャンのファイターではなくて手数で圧倒する真のファイターに戻ってほしいんだ、この試合ボクシングジムの会長としてはそう位置づけました。10秒を切っています。第1ラウンドです。ここでゴングです。那代信夫の再起戦第1ラウンド終了です。
放送席の解説は名門大阪帝拳が生んだ2人の元世界チャンピオンです、六車拓也さん、辰吉丈一郎選手です。さあ六車さん、はい、第1ラウンド那代の再起戦いかがご覧になりましたか。よかったですね、出足、はい、スピードあります、気持ちも盛り上がっていいスタート切ったように思いますね。ちょっと目切ったんだけですね、もったいない、そうですね、嫌な、ね、カットしてしまったかと思ってるんですけど、はい、辰吉さん、はい、まあ、どうもこの映像を見る限りカットの方はどうでしょうかね。まあ、知れてると思うんですけどね、はい、まあ、こればっかりは、まあ、当たったり晴れたりすることによって大きくなるんでね、なんとも言えませんけど、はい、大丈夫だとは思います、はい、さあスッと立ち上がりました。第2ラウンドが始まりました。那代の棒の再起戦です。辰吉さんは第1ラウンドのこの那代どのようにご覧になりましたか。いや積極的にやってもいいんじゃないですかね、ちょっとスタミナ問題使う意味では、はい、気にもなったでしょうけども、リズム的にもいいです。そうですね、はい、そして左のダブルでボディーを抜きました。そしてこのソーターンティップをちょっとグラッときました。右のストレートでした。那代です。六車さん、はい、この半年間の間に一体自分の得意なパンチは何なんだろう、あるいは何が足らないんだろう、そういうこと自問自答してきた那代ということですね、はい、やっぱり、ええ、そうですよね、やっぱりどういうパンチをやりたいのか、はい、やっぱり自分なりに課題持ってたと思うんですよ、試合ね、この大きい世界タイトル参戦をして、はい、やっぱりまだ自分なりにもっと鍛え上げていかなあかん分、もっといいものを取り入れたいという部分たくさんあったと思うんですよね、はい、だからその部分においてはこの、半年、はい、いいのはいい勉強できたんじゃない、いい形でね勉強できたんじゃないかなと思うんですよ ね、 そうですね、まあ、世界戦も3試合続きました左のキックです、はい、その前からですね日本タイトルが2つ、その前世界ランカーともデビュー5戦目からやって厳しい戦い続いてましたからね、さあ詰めました、ソーターンティップペッチクロンパイの足は止まっています。第1ラウンドで右の目をカットした那代ですが、この第2ラウンドも六車さん、いろんな距離でパンチが出てますね。そうですね、工夫した打ち方してますよね、はい、いろんな角度から。さあ右のボディです。ペッチクロンパイソーターンティップは21歳です。30戦戦って14勝14敗2つの引き分け、うち4つの KO 勝ちがあります。あーっと右ガッツリーボディから右、さあ足が止まった、足が止まった、この2ラウンドで決着が出るか、さあ那代の手数が止まらない、さあ那代が一気に行く、右だ右右左、そしてジャブをつく、一旦つく、右つく、さあペッチクロンパイを出す、パンチを返します。さあ那代の右が火を引いた、1、2、3まで来ました。さあ那代はここで一気に行くのか、それともあるいは再起戦、いやもう行かないといけないですよ。なるほど、はい、はい、倒しに行くんですから、倒さないといけないですよ。藤原トレーナーも勝って当たり前、倒して当たり前、それで初めて再スタートなんだ、そう続きました。さあ残りは40秒ほどあります。右のボディです。那代アッパー、やっぱり那代自身は右のストレートでしょうかね、そんな風にも話した。ボディのダブルできました。ペッチクロンパイです。自分の得意のパンチはやっぱり右のストレートか、そんな風な話もしていましたが、さあ残り30秒切りました。この第2ラウンドの決着が右左、さあロープに攻めました、ロープに攻めた、あーだ、連打でだ、連打でだ、分かりました。ペッチクロンパイ立ち上がった。さあこのままどうか、立ち上がりました。さあ立ち上がった、さあ立ち上がった、那代はこの第2ラウンドでフィニッシュなるか、さあ手数が止まらない、さあ右左連打だ、連打、那代ここでゴング、ここでゴングだ、ここでゴング。第2ラウンドペッチクロンパイをマットに沈めることすらできませんでしたが、ダウンを奪いました那代です。第2ラウンド六車さん、那代、はい、がこの右のストレートから連打で、ね、ダウンを奪いました、はい。辰吉さん、はい、荒々しいかつての姿を、戻したいんだというこの那代、那代陣営なんですが、はい、戻ってますかね、どうでしょう。もうちょっとやってほしいですね。もっとやっていいですか。はい、はい、さあダウンを奪われたタイのスーパーフライ級の1位で前チャンピオンのペットクロンパイも立ち上がっています。第3ラウンドが始まりました。来日12回目、大阪は2度目の来日になるペットクロンパイソーターンティップ。去年の12月には東京で OPBF の不意となった王座決定戦にも挑んでいます。その時は敗れました。さあ右六車さん、はい、第2ラウンド一気に沈めることはできませんでしたが、動き自体いかがでしょうか。いやもう悪くないですよね、全然、はい、スピードありますしね。さあワンツー、さあペットクロンパイもこれは返してくる。これも、タイの前チャンピオンの意地なんでしょうか。ワンスジローがロープを背負いました。
ちょっと苦笑いです。お、やるなというナシロでしょうか。世界を取った男だけに格下の相手ではありますが、タイの前チャンピオンでもあります。現在もランキング1位です。決してかませ犬ではないこの相手に KO 決着はもちろん、ムグルマさん、はい、陣営が求めている荒々しい姿、あるいはそのムニョス戦では足らなかったのは相手を倒したんねんという闘争心だったんじゃないか、そんな話も出てますね。さあ、ナシロワーだー、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブまで来た。立ち上がったかどうか、立ち上がった、うん、ベッドクローンパイも立ち上がる。さあ、ナシロがいくか、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、戻ってきた。ロープの反動を使った、右左右、さあ連打だ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 、ペットクロンパイを返す、マットに沈めることができるか。残り時間はまだ十分あります、十分あります。手数が止まらない、ナシロ手数が止まらない。これはスリップダウンです。第2ラウンドには1回ダウンを奪っています。さあこのラウンドにもダウンを奪った。さあもう呆然状態だ、足が止まっているペットクロンパイ。さあすっきりと KO 決着なるか。実はデビューから4戦目の竹達以来ダウンを奪ってはいません。ナシロ TKO 勝ちはうち2試合あったんですが、ノックアウト勝利は久々ということになります。まだまだ宇野さん時間ありますからね。一発決めたいですよね。そうですね、達吉さんからはもっと言っていいんじゃないか、そんな劇が放送席から飛んでいますが、これまでの半年間、そしてプロ初黒星を成長の糧にしたいと前向きに捉えたナシロの部を、ここで試合を止めます。試合を止めました。テクニカルノックアウト勝利、2度のダウンを奪ってナシロの部をが世界へ向けての第一歩、再スタートを見事な勝利で飾りました。ただいま試合3ラウンド2分30秒、3ラウンド2分30秒、テクニカルノックアウトにより勝者、前 WBA 世界スーパーフライ級チャンピオン、ナシロノブオ。それでは会場の皆様、再起戦見事な KO 勝利、ナシロノブオ選手です。ナシロ選手、この歓声みんなが待っていました。この歓声を聞いた今の気持ち聞かせてください。いや本当ね、5月は、まあ、敗れてしまったのでこんなにたくさん応援してもらって本当にありがとうございます。嬉しいです。この再起戦、まず第一見事な KO でした。そうですね、まあ、まだまだちょっと硬くて、まあ悪いところも、ね、たくさんありましたけど、まあ、まずは第一歩としてはね、まあ、KO 勝ちできてよかったです、はい、もちろん今日の勝利は通過点、しかしベルトを失ってからのこの半年どういった気持ちで過ごしてきたんですか。そうですね、やっぱり悔しかったし、あの試合一体どうしたらね勝てたのか、どうなったら今からもう一つ強くなれるのかずっと考えてました。はい、久しぶりに会ったこのリングいかがでしたか。そうですね、やっぱり気持ちいいですね。やっぱ自分の居所はこのリングの上しかないんで、何としてももう一つ、もう次々勝ち続けてまた世界チャンピオンに返り咲きたいですね。もう一度世界のベルト、みんなが期待していると思います。最後にファンに向けて一言お願いします。本当もっとね頑張って強くなって世界チャンピオンに返り咲くんで応援してください。本当また頑張ります。よろしくお願いします。再起戦見事な KO 勝利、ナシロノブオ選手でした。もう一度大きな拍手をお願いします。 WBA 前チャンピオンナシロノブオの再起戦第3ラウンド2分30秒でテクニカルノックアウト勝利を飾ったナシロノブオでしたが、解説のムグルマさん、はい、この試合どんな風にご覧になりましたか。やっぱりあの再起戦なんで今からまた新たにスタート、世界に向けてのスタートですからね、それにしてはいい仕上がりしてきたんじゃないかなと、ね、スピードありましたしね、はい、本当そうでした。だからこれからねどういう相手になるのかまだ分かりませんけども、やっぱり自分の気持ちも高めていく、体も作っていくというためのスタートとしては、今日はいい試合だったんじゃないかなというふうに思いますね、はい、立吉さん、ナシロもまた世界に向けての第一歩でしたが、どのようにご覧になりました。
まあ、緊張したでしょうね。僕もこの気持ちよく分かりますから。でもまあこれは一応まあ第一歩としてね、はい、今進んだわけですから、今度は頭後ろも見ず、もう前ばっかり見て練習あるといいでしょう、はい、やっぱり今会長も言ってる、トレーナーも言ってる荒々しさという部分があったんで、はい、どうしてもちょっとやっぱり、ま、ある部分守りっていうチャンピオンになってしまうとね、やっぱり当然そういう部分出てくるんでね、はい、やっぱりそこをもう一度位置からね、やっぱり攻めていく。やっぱりナシロはスピードと攻撃力ですから、そこをもっと高めていって新たにまたチャンピオンになっていくという部分じゃないかなと思うんで ね、 そうですね、やっぱり自分のいい部分をね高めていってほしいですよね。はい、ナシロが見事な再スタートを切りました。真のファイター、真の世界チャンピオンに向けての第一歩、ナシロの部を見事なテクニカルノックアウト勝利でした。